今日は4月3日、月曜日。今ちょっと銀行に行ってきた帰りです。朝はちょっとなんか曇ってたように思うけど、今は晴れてきましたね。せっかくだから、いつもの神社に寄って帰ります。今日は午後からね、ちょっと訪問に出かけなきゃいけないんで、お昼は一回家に帰って食べます。で、その前にちょっと銀行に行ってね、入金してきました。桜もね、だいぶ咲いて、4月3日でもう満開です。年々早くなってきてるように思います。で、たこ焼市にも桜があると思うんで、ちょっとお花見して、写真に動画に収めていきたいと思います。あ、よく晴れてるね。まあ、仕事中ですが、休みのようにちょっと気分転換できてます。まあ、お昼休み長いんですけど、まあ、いつも昼寝させてもらってるんですが、まあ、ずっとね、一日その建物の中にいるとやっぱり気分転換ができてないので、まあ、こういうふうに一日長丁場なんで、体力とかね、温存する意味で昼休みぐらいはちょっと休みたい感じなんだけど、それでもね、疲れるって言ったって大したことないので、こうやって、散歩できると、気分転換できていいと思います。さて、メインは、たこ焼市をお参りするっていう、ことぐらいしかないんですが、ちょうどいいから最近ね、夢ラジオさんの、あと茂木誠さんの、YouTube をラジオ代わりに聞いて、哲学だとか地政学、歴史ですかね、太平洋戦争の近辺だとか勉強してます。まあ、自分の身になってるかどうか、はなはだ疑問なんだけど、今一生懸命哲学歴史勉強してます。わあ、すごい綺麗だね。よかった、今日来れて。こんな感じです。車が映っちゃうな、これ。しょうがないね。一番いい時に来れたな、よかった。一番いい時ですね、よかった。さて、お参りして帰るか。こっちはね、たこ焼市さんです。この隣にもね、祠があるので、そっちもお参りしていきます。柊木大明神って書いてありますね。はい、お参り終わりました。あとそこのね、薬師如来もちょっとお参りして、今回もね、腰がひどい目に遭いましたけど、助けてくださった。まあ、ならないのが一番いいんだけどね。さて、その夢ラジオさん、もしよかったらね、皆さんも聞いてほしいんですよね。夢ラジオさん、よかったら聞いてください。哲学とかね、すごくいいです。
もぎまことさんと夢ラジオさん一生懸命聞いてます。はい、そんなわけでね、まだイチョウの葉っぱ出てないな。あれ、イチョウの葉っぱ緑が出たらそれはそれで綺麗なんですけどね。はい、そんなわけで、たこ薬師さんお参りしてきました。夢ラジオさん見てくださいということで、この動画終わります。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ここのね、広瀬幼稚園の桜もすごい立派なんだよね。今年も見られたね。